未来が見えなくて怖いから、未来が見えてしまって悲しいから、目を閉じて優しい思い出に浸ってしまう。お姉ちゃんに話せるよね、ルシになったこと。おい、翻訳発表の方が大事だろ。ライトニング、どんな顔するだろうな。これからは姉さんか。よし。綺麗。来年もここで見よう。ルシには使命があるんだろう。俺も手伝う。一緒にやろう。親が死んでセラを守るために、早く大人になりたくて私はライトニングになった。親にもらった名前を捨てれば子供じゃなくなると思ったんだ。守るどころか傷つけるだけだ。セラが話してくれたのに信じようともしないで。息子さんのクリスタルは国運を救った悲劇の英雄として記念碑になります。記念碑だと？ルシの息子として忌み嫌われて惨めに生きるよりよほど幸福でしょう。少し休んだらすぐ出てくよ。ルシをかくまったら父さんも。バカを言うな。私はきっと乗り越えられる。逃がさんぞ、よし。
見ろよ、これがルシだ。どうだ、お前らと同じ人間だ。コクーンで生まれ育った人間なんだ。わかるか、コクーンは俺たちの故郷なんだよ。コクーンを守りたい気持ちはお前らと一緒なんだ。君の主張は理解できる。だが君たちルシが存在するだけで全ての人々が危険にさらされる。君一人の命と国運市民数千万の命を引き換えにできるか。人間は飼われている。私は飼われていた。ファルシが支える世界で生まれて、ファルシがくれる餌で育った。その生き方を奪われたら、ただ迷うだけだ。撃ってよ。ふざけんな。死んで終わりにしようってか。死にゃ許されるとでも思ってんのか。それならどうすれば。てめえで考えろ。あんたが生きて戦うために誰かの希望を壊したら、その人たちにどうやって償うの。わかんねえよ。今は前に進むしかねえ。何が前に進むだよ。言い訳にして逃げてるだけだ。じゃあ責任取って死ねばいいのか。そうしろよ。ルシ、どうして政府と。てめえの身を心配しときな。セラ、離せ。お前はセラを守れなかった。お前のせいで。守れるよセラ。守れるよ。だから守って。悟空を守って。